はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オンラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、3日間のレベル上げが終わりまして、だいたいこれぐらいまで行きました。前職100を目指したかったんだけどね、ちょっと難しかったな。まあ、90半ばから後半。まあまあ、前半のキャラクターも少しいますね。でも、魔物使いと、あと遊び人かは、レベル上げがしやすいみたいなので、まあ、そこまで上げずに、他を重点的に上げましたね。まあ、今後ね、天地を使っていこうと思います。なんかコメントで天地がいいっていうのが結構来てたので、天地を使いたいと思います。で、自分で使ってみて、結構面白いなーと思ったのが、戦士と、魔法戦士。この2色は、ああ、なんか面白いなーって思った。戦士なんか特になんか良かったな。で、まあ、あとは、デスマスターと魔剣士か。このあたりも、ちょっとかっこよかったんで、あげたいと思います。まあ、全部ね、マックスを目指すんだけども、まずは、天地。これを、レベル上げしたいと思います。これでね、ストーリーをやっていきますね。で、レベル上げたはいいものの、装備がないんですよ。装備が全くない。まあ、白箱はね、途中途中開けながらは行ったんだけども、中途半端にしか揃ってないので、アイテムが必要です、装備が。なので、ゼルメアを始めました。まだ全然行ってないんだけども、次は地下15階か。ここでね、ちょっとアイテムを、ゲットしていきましょう。で、なんかここ横にいてね、こいつから、なんか、できるんだよね。これって、ゼルメアの正門一つ必要とかそういうのないよね。これだったら、これかな、持ち帰り可能な装備数を2個追加の方がいいよね。やっぱり1個よりもいっぱいの方がいいんで、まあ、まだ俺は厳選する状態にないんでね。これで数を、まあまあいいか。なるほど。あ、1回の捜索の間ずっとなんだ。あ、なるほどね。そういうことか。わかりました。はい。では、アイテムが3個ないともったいないか。まあ行きましょう。15階だね。で、これがあれだよね。装備のレベルだよね。96のやつがとりあえず欲しいかな。96があれば嬉しいので、これで。いや、99か。結局上げるからね。99か100でいいな。ならば、100だな。100まではレベル上がりやすいので、別に装備必要ないや。100から、装備をしたいので、100でいきます。で、まだね、ゼルメアがね、いまいち分かってないんだよね。はい、何あのマーク。何のマークが、何なのかっていうのが全然分かってないんですよね。まあまあいいか、その赤いやつ行ってみましょうか。あれなんだ？敵じゃないっぽいよな。いや、もったいなかったか？何これ？鱗が1個増えた。まあいいや、とりあえず。まあいいや、とりあえず普通に使いましょう。で、これを取ったら、あそこか。あそこか。いや、微妙な場所だな。やだな。装備1個もない。まあいいや、ここ行こう。なんだ。うわ、なんもなかった。最悪。で、こっちは？どう？あ、よかった、あったー。
あっちはあれか、敵がいるのか。いやでもアイテムそれで1個だもんな。いやいいや、とりあえず敵と戦ってアイテムゲットしましょうか。はい。これ装備品1個じゃないの？あったのさ。いやーこれもったいなかったな。さっきね、3回行ったんですけども、でその時に装備品がね2つ出たのよ。2つ出た。なので、おーおーおー、いっぱい出てきたな。なんでもったいないなと思ったんですけども、いやーこれ1個しか出ないこともあんのか。うわ、これはもったいなかったな。うん、でももうクリアするしかないですからね。あの追加効果をつけるのもちょっと考え物だな。はい、クリアです。はい、それでは戻ってきました。これさ、これどれか一つでしょ？となると、最初のうちは別これつけなくていいか。とにかく、一個しかアイテム出ないこともあるんで、もうつけずに、もう何回も何回も回っていった方が良さそうですね。はい。まあ、とりあえず、あと16個、正門があるので、16回やってアイテムを探してみます。まあ、レベル上げしてたらね、20個ぐらい簡単に集まるので、大丈夫でしょう。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。